天皇という地位の確立。前回までの動画で日本の古い時代、具体的には神話以前の縄文時代の話とか、まあ、米作りがどんな風に始まったのかみたいな話から始まって、古墳時代を経て朝廷や貴族がまあ中心となる奈良平安時代っていうのの話をやってきて、源氏と平氏の戦いでもっていよいよ武士の時代が始まるぞというところまで話を進めてきました。ということで今回からはいよいよ主役が朝廷や貴族から武士に移っていくぞというその鎌倉時代について話をしていこうと思います。この時代で一番重要なことは何といっても天皇という立場が完全に確立したことですね。要は権威と権力の分離です。平安時代までの日本というのは天皇中心の国づくりであったり、まあ、藤原氏を中心とした貴族政治であったりと微妙にこう形は変わってるんですけど、最終的には権威も権力も天皇にありますというのは変わらなかったんですね。ところがこの鎌倉時代以降の日本というのは権威は天皇が持ってるんだけど、実際に世の中を動かしていく権力というのは天皇が任命した誰かが持っているという体制がこう確立していくことになります。この権威と権力の分離という発想が素晴らしくって、これがあったからこそ、まあ、日本は日本で長い間あり続けることができたと言ってもいいと思います。鎌倉時代の途中で、まあ、上級の変っていうのが起こって、まあ、天皇がこう鎌倉幕府の方から権力も取り戻そうとするみたいなことが、まあ、あったりはするんですけども、基本的にはこの鎌倉時代からこの権威と権力の分離が行われたと思っといて間違いないと思います。さて話を鎌倉に戻しまして、平家を倒した後頼朝がどのようにして権力基盤を確立していったかというと、まあ、義経との対立をうまい具合に利用します。というのも22回目の動画でも解説したように、後白河法皇の企みによって義経は頼朝と対立する立場に追い込まれてしまいます。で義経が京都から逃げると、頼朝は義経を捜索するためという名目で日本全国に守護と地頭を置くことを、まあ、認めさせるわけですね、強引に。ここで大事なのはやっぱりあくまでも認めさせるということであって、頼朝自身がその天皇とか法皇みたいな立場に行くとかね、そういう話ではないんですよ。あくまでも権威は天皇であり上皇なんです。守護と地頭について軽く説明すると、守護っていうのは、まあ、今で言うと警察みたいなもんで、地頭っていうのは、まあ、ざっくり言ってしまえば、まあ、税金を取り立てる人ですね。こういうのを日本全国に配置して地方武士たちを鎌倉が管理するという体制を作っていくことに成功するんですね。で最終的には奥州、今の東北地方に逃げ込んだ義経を奥州藤原氏と一緒に叩き潰して東日本の統一っていうのを完成させてます。奥州藤原氏と義経っていうのは本当にこう家族のような付き合いがありましたから、まあ、義経が困ったら奥州に逃げるっていうところまで頼朝は計算してたんだろうと思います。そんな感じで東日本を統一したんですけど、頼朝は政治体制としては中心地である鎌倉に、まあ、軍事と政治と裁判の機関を作ります。鎌倉幕府っていうのは土地の権利を中心に体制が作られていますから、土地の権利をめぐる裁判が一番重要な機能ということになりますね。これがなかったら、まあ、御家人たちからしたら、まあ、鎌倉幕府の存在価値そのものがちょっとないよねという話になりますからね。また反乱の可能性があるよねということで、監視が必要な京都と奥州にはそれぞれ役所を置いてますし、大陸からの脅威に備えて九州にも監視のための役所を置いてます。さらに人材の確保、部下となる武士たちとは土地を中心とした主従関係っていうのをうまく作っています。というのも朝廷から征夷大将軍に任命されて鎌倉幕府を開きますよというのにあたって、頼朝は朝廷から東日本にもう本当に莫大な土地をもらってるんですね。ですからその土地っていうのを部下となる武士たちに配って、その土地の権利を保障しますということをやるんですね。で土地の所有権をめぐって争いが起きましたという時には裁判という形で仲裁もやりますよと。その代わり鎌倉幕府とか日本に何か危機的なことが起きた時には鎌倉や日本のために命を懸けて戦ってくださいねと、そういうことです。
こうした土地を中心とした、まあ、持ちつ持たれつの関係、まあ、御恩と奉公っていうんですけど、こういう関係で結ばれた主従関係のことを奉献制度と言ったりもしますね。ちなみに今でもよく使う一生懸命という言葉があるんですけど、これも実は元となる言葉は鎌倉時代にできた言葉で、もともとは一所懸命と書いていたんですね。読んで字の通りで、一つのところに命をかけるということで、この一所懸命という言葉が出来上がったんです。要は自分がもらった土地を命をかけて守り抜くと、そういうことです。こんな感じで、さすがは政治力の頼朝というところで、なかなかよくできたいいシステムを作り上げたわけなんですけど、残念ながら源氏の将軍というのは頼朝も含めてたった3人で終わってしまって、その後は北条氏に実質的に幕府を乗っ取られることになってしまいます。次回の動画ではそのあたりの話をまあちょっと詳しくやっていこうかなと思います。チャンネル登録、お気に入り登録をよろしくお願いします。また動画がいいなと思っていただけた方はいいねボタンを押していただけると動画広がるみたいなんで、そちらもよろしくお願いします。合わせて配信している日本近現代史とか朝鮮半島史、学問のすすめの解説動画、それから政治経済とか教育とか、そういった話もちょいちょいしてますので、まあ動画再生リストから見ていただけると幸いです。